エクター・ド・マリス教は、アーサー・王伝説に登場する、円卓の騎士の一人。ベンウィクの番号の息子であり、円卓の騎士の筆頭である、ランスロット教の異母帝アーサー・王の養父である、エクター教と同名なので、区別するために出身地をつけて、エクター・ド・マリスと呼ばれる。彼の名がフランス語表記なのは、エクター・ド・マリス自身が、フランス人であるのと、 アーサー・王物語がフランスで発展し、イギリスに逆輸入された際、フランス語表記がもてはやされたことによる。アーサー・王の物語の中では、行方不明になるランスロット教を創作するエピソードにしばしば登場する。また、聖杯探求中にお互いそれとは知らず、パーシバル教とやり自衛を行い、自身も重傷を負ったものの、パーシバル教にも、 禁止の負傷をさせている。この時は、突如現れた聖杯により、たちまちの打ちけがが治癒された。漁夫王、ランスロット教と共に、聖杯の恩恵を受けた数少ない人物である。その後は、ガウェイン教としばらく旅を続けるが、結局聖杯を見つけることが叶わず、キャメロットに帰還した。物語の終盤、円卓の騎士の間で内乱が起きると、ランスロット教の味方となり、 ボールス教、ライオネル教らと共に、アーサー・王と戦った。アーサー・王とランスロット教の間に和議がなると、ランスロット教から、ベンウィクト・ギエンヌの王に封じられる。アーサー・王の死後、ランスロット教が行方不明になると、彼を探しに、イングランドやウェールズを7年間探し回った。ようやく居場所を探り当てた時には、すでに、ランスロット教は死亡しており、 その死に目に会うことはできなかった。その後は、ランスロット教の遺言で、聖地回復のため、トルコ人との戦いに出発した、ボールス教らに同行。聖金曜日に死亡した。ありがとうございます。